ハレルヤ。今日から私たちは新しい聖書箇所、詩式の御言葉を共に黙想していきます。この詩式は、ヨシュア記の次の書でありますけれども、詩式の時代は、モーセの後継者、ヨシュアの死後から始まっています。そして、この詩式は、イスラエルの民が約束の地、カナンの地を征服していく、そのような過程が記されている書物であります。獅子の時代は今日の私たちの環境ととても似ていると言えます。戦争やまた征服ということは別にして、私たちの信仰生活において具体的な神様の導きと神様の御業がどのようになされているのかということにおいて、現代に生きる私たちに向けられた神様の御思いと神様のご計画をさらに深く知らされていく、そのような恵みと祝福がこの詩式の御言葉を黙想していく私一人一人に与えられていくことを心から願っています。今日は2021年8月3日火曜日です。今日私に与えられた御言葉は詩式1章1節から10節の御言葉です。詩式1章1節から10節。ヨシュアの死後、イスラエルの子らは主に尋ねた。誰が私たちのために最初に登っていってカナン人と戦うべきでしょうか。すると主は言われた。ユダが登っていくべきである。見よ、私はその地を彼の手に渡した。ユダは自分の兄弟シメオンに言った。私と一緒に私に割り当てられた地に登ってください。私たちはカナン人と戦うのです。私もあなたに割り当てられた地に一緒に行きます。そこでシメオンは彼と一緒に行った。ユダが登っていくと、主はカナン人とペリジ人を彼らの手に渡されたので、彼らはベゼクで1万人を討ち取った。彼らはベゼクでアドニ・ベゼクに出会い、彼と戦ってカナン人とペリジ人を討った。ところがアドニ・ベゼクが逃げたので、彼らは後を追って捕らえ、その両手両足の親指を切り落とした。アドニベゼクは言った。かつて両手両足の親指を切り落とされた70人の王たちが、私の食卓の下でパンくずを拾い集めていたものだ。私がした通りに神は私に報いを返された。彼らはアドニベゼクをエルサレムに連れて行き、彼はそこで死んだ。ユダ族はエルサレムを攻めてこれを取り、剣の刃で打って町に火を放った。その後ユダ族は山地やネゲブやシェフェラに住んでいるカナン人と戦うために下っていった。ユダはヘブロンに住んでいるカナン人を攻めた。ヘブロンの名はかつてはキルヤテアルバであった。彼らはシェシャイとアヒマンとタルマイを打った。詩式はヨシュア記の次にあたる書物です。そしてこの詩式はヨシュアの死後という言葉で始まっていきます。まず一節の御言葉をお読みいたします。ヨシュアの死後、イスラエルの子らは主に尋ねた。誰が私たちのために最初に登っていってカナン人と戦うべきでしょうか。カナンの地を征服していく指揮を取っていた偉大な指導者ヨシュアはここで死んだのです。しかしカナンの残された地を征服していく戦いは中断されることなくなおも続いていくのです。モーセは死にました。ですけれども、その後ヨシュアを通して神様の御業が続いていったように、この詩式の冒頭でヨシュアが確かに死んだことが記されているわけです。ですけれども、神様は続いてユダ族を通して、そして今後獅子たちを通して神様のご計画の御業を力強く成し続けていかれるわけです。
モーセとヨシュアの死というものが決して神様の御業の終わりではなかったわけです。偉大な指導者の死によって神様の御業が完全にストップすることはないのです。神様はいつも終わりの中に新しい始まりを隠しておられるお方であります。このことは私たちの終わりが、私たちの立てた計画の失敗が神様の終わりでもまた失敗でもないのだということを教えてくれています。今の時代はどうでしょうか。新型コロナによってそれまでの時代とは全く違った時代が始まったと言えるでしょう。ですけれども、この世に向けられた神様の御心と救いのご計画は決してとどまることなく、これからもなおも力強く進んでいくことでしょう。だからこそ私は今、目の前に目に見える状況だけを見てつぶやいたり嘆いたり、また悲しんだり落ち込んだりするのではなくして、神様のなされる御業を待ち望みながら信仰を持ってさらに前進していくことを主は願っていらっしゃるわけです。ヨシュアが死んでもなお彼らは神様に御心を求めて祈り求めていきました。そしてその祈りに応えて、神様は誰がこの戦いに最初に登っていくかを教えられるわけです。2節の御言葉をお読みいたします。すると主は言われた。ユダが登っていくべきである。見よ、私はその地を彼の手に渡した。ここで神様はイスラエルの十二部族の中でまずユダ族を選ばれました。そしてこのユダ族を通して神様が戦われるとおっしゃるわけです。皆さん、なぜここで神様は十二部族の中でユダ族をまず選ばれたんでしょうか。それはこのユダ族が十二部族の中で最も他の部族よりも人数が多い部族であったからでした。神様がこのユダ族を強くされた理由、それはユダ族を最も愛されたからでも、また彼らがさらに豊かなものを味わうためにそうされたのではないということです。神様がここでユダ族を選ばれ、ユダ族を尊く用いられた、そのそもそもの理由、それはユダ族を通して神の国が表されていくこと、神様の偉大さが表されていくこと、そしてユダ族を通して他のか弱い部族を助けるためであったと言えます。皆さん、神様が私に与えてくださった恵みと祝福、それは決して私だけのものではありません。神様がこうして私に今このように健康を与え、豊かさを与え、知恵を与えてくださっているのは、世の中の弱い人たちを神様の心を持って憐れんでいくこと、神様に代わって助け励ましを与えていくためだということを私はこの朝覚えたいと思うんです。私に与えられている全てのものが私のためにあるのではなくして、それを用いて弱い人、貧しい人、力のない人、辛く苦しんでいる人を助け励まし勇気を与えるために用いていくときに、神様はそれを大いに喜んでくださると信じます。愛する皆さんには神様からどのようなものが、どのようなタラントが、どのような祝福が与えられているでしょうか。お金も健康も、また時間も才能も、そのすべてを主から与えられた祝福として自分のために用いるのではなくして、あなたの周りの、それを必要としている方々のために用いていく皆さんお一人お一人であることを、主の皆によって心から祝福いたします。ユダは指導者ヨシュアがいなくなったからといって戦いに出ていくことを決してやめませんでした。主の言葉に従って信仰によって彼らは戦いに出かけていくわけです。そしてその信仰に応えて、その決断に、その行動に応えて、神様は彼らに勝利を与えてくださるわけです。3節の御言葉をお読みいたします。ユダが登っていくと、主はカナン人とペリジ人を彼らの手に渡されたので、彼らは
ベゼクのベゼクで1万人を討ち取った。アーメン。彼らは主が必ず勝利を与えてくださると信じて戦いに出かけていったわけです。そして神様はその信仰に応えて彼らに勝利を与えられたわけです。そして彼らは自分たちが戦ったその土地を征服していくわけです。ヨシュアはもういませんでした。ですけれども神様は変わらず彼らと共におられたわけです。ユダが勝利を収めることができた秘訣、それは何でしょうか。それは彼らが他の部族よりも多かったからではありませんでした。ユダは戦いに出る前にまず神様に尋ね求め、神様の御心を求めて祈ったわけです。そして主の御心と信じて彼らは出かけていったわけです。戦争ですから決してたやすいことではなかったことでしょう。命がけでした。苦難と苦しみ困難が立ちはだかっていたことでしょう。ですけれども彼らは神様を信じ信頼して戦いに出かけていったわけです。これがまさに誠の信頼であり信仰であると言えるでしょう。愛する皆さん、信仰とは何でしょうか。それはまず神様の御心を求めることであり、そして与えられた神様の御言葉を心を尽くしてその通りに従っていくという生き方そのもののことです。神様はそんなユダの信仰の決断と行動に応えて勝利を与えてくださったわけです。イエス様も弟子たちに対してこのようにおっしゃっています。ヨハネの福音書16章の33節に、世にあっては苦難があります、しかし勇気を出しなさい、私はすでに世に勝ちました。アーメン。愛する皆さん、私たちに勝利を与えてくださる神様はいつも私たちと共にいてくださいます。そして主の御心を求めて祈るときに、祈る者に主の御言葉通りに従っていこうとする者に対して神様は応えてくださって、必ず勝利を与えてくださるお方であると信じます。その信仰が今日一日主と共に歩んでいかれる皆さんお一人お一人の上に与えられることを主の皆によって祝福いたします。愛する皆さん、今日一日主にあって勝利してください。一言お祈りをいたします。憐れみ深い天の父なる神様、私の人生にいつも新しい御業を始めてくださり感謝いたします。私に与えられているすべてのものがただ私のためにあるのではなくして、それを必要としている方々のために用いていくときに、主はそれを喜んで豊かに用いてくださるお方であると信じます。神様の御心を求め祈り求めるものとならせてください。神様の御言葉に信仰を持って全力で従っていくものとならせてください。この祈りを私の救い主イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。